します。ミキコの部屋始まるよ。9月5日、時刻は13時30分を回りました。ミキコの部屋、今週もどうぞよろしくお願いいたします。パーソナリティの川満ミキコです。この番組は毎週素敵なゲストを迎えし、ゲストさんの活動や今後の活躍を応援していく番組となっております。ランチタイムを終えて午後のお仕事、そして夕方までの気分をリセットする、この時間帯皆様にとっても楽しいひとときとなりますように。番組では皆様からのメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンのホームページでは動画配信もされております。ツイッターも連動しておりますので、よかったらツイートもお願いします。お待ちしております。そしてスマホをお持ちの方はぜひ無料アプリリッスンラジオをダウンロードして聞いてみてください。全国のラジオ局からFM ギノワンを選曲していただくと、どこでもラジオ感覚でこの番組の生放送がお楽しみいただけます。ぜひお試しください。さて今日から9月のミキコの部屋がスタートです。番組冒頭ではありますが、リスナーの皆様にお知らせがございます。去年の7月からスタートしましたこのミキコの部屋、大変急ではありますが、今月で一旦終了という形になります。大丈夫ですよ、でも I'll be back、また少し お休みいただいたらね、また皆様にお目にかかれることを楽しみにしていますので、あんまりね、悲しい感じ、寂しい感じとか卒業というしみじみとした感じは一切ございません。いつも通り今月も元気いっぱいゲストの方々を応援していきたいなと思っております。よろしくお願いします。さあそれでは気持ちを仕切り直して、本日のゲストさんをお迎えしていきたいです。誰が来るのかな、どちら様ですか。アンニョン。はい、こんにちは。お待たせしました。あら、この曲は何という曲だろうか、皆さん馴染みあるのかな。本日のゲストさんは沖縄市与儀のティダスペースハピネスおうちサロンオーナーの石原貴子さんです。イエーイ、ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。この BGM なんか、はい、石原さんの登場にふさわしかったような気がしますが、はい、よろしかったでしょうか。はい、もうもちろんです。東方神起の、はい、もう新曲です。あ、そうだったんですね。はい、ニューシングルロードです。、はい、皆さん買ってね。さあ、この石原さん何者なんでしょう。私ついついターコーと呼びかけてしまうかもしれない。まあね、何を隠す、私はもう高校の時の同級生ということ で今日はね、ご案内しておりますけれども、はい、最近はネイルの方で私はハピネスさんに大変お世話になっておりまして、ま、ね、今日この頃、まあ、この辺はもうゆっくりお話ししていきますので、さてまず石原さん、はい、FM ギノワンをお聞きの皆さんに自己紹介からお願いしましょうか。ぜひマイクに向かってどうぞお願いします。はい、はい、沖縄市与儀で、脱毛とネイルと、
アロママッサージをしてます、はい、おうちサロンのティダスペースハピネスを経営してます石原貴子と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、まあ、最近からといって今、ね、話は進めてるんですけど、実は昨日、はい、あの石原さんにタコにネイルをしてもらいました。今日の、ね、FM ギノワンのフェイスブックにも上げさせていただきます。 ありがとうございます。ちょっとねなんか秋の感じで、ね、大人な感じで、はい、もうなんかね、あの私も全然何も考えてなかったんですけど、お任せみたいな感じで雰囲気でこういう秋の仕上がりになりました。皆さんもよかったら興味あれば Facebook でもチェックしてみてください。よろしくお願いします。はい、さてこのサロンの名前、はい、ハピネスという名前なんですが、はい、もうなんか元気が出てきそうなこの名前で、由来はどういう感じからこういう名前になったのか教えていただけますか。はい、はい、太陽のような明るい空間で、うん、皆さんも、ネイルやアロママッサージ、そして脱毛で綺麗になっていただいて、ハッピーになっていただきたい、あの帰る時には小さな幸せを持って帰っていただきたいという名前でつけました。そうだよね、はい、昨日ハッピーな気分で帰れました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうね、あの女性の方ならね、一度はネイルサロンに行ってみたいなとか、うん、すでに定期的に通ってる方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですけども、はい、いかがですか、ハピネスの客層というか、どういう方がいらっしゃるんですか。そうですね、客層は、うん、ママたちがすごく多いです。はい、はい、でこの間私ブログを見てた時、夏休み子どもたち親子でね、そうです、来たりとかもやってね。夏休みは、はい、親子で来てくれたりとか、ね、フットネイルをしてくれたりとか、なんか微笑ましい一面もあったりで、はい、いいなって。休みの時長いんでね、なんかおうちサロンならではなのかなっていう感じはしました。はい、あとはやっぱり夏場脱毛で駆け込むお客さんも多いと聞きましたけれども、はい、そうです、もう忙しかったです。慌てるなって感じだよねそうですね、本当は何今からの、そうなんです、何になる前に今からこう準備していただくとあの来年の夏には綺麗になるので、ね、はい、あの美肌脱毛なのでできるから皆さん慌てずに、はい、いただきたいです。あの前々から来てくださいということでよろしくお願いします。でさ、はい、このサロン、はい、なんと、はい、東方神起のファンの集いもあるんですか。はい、あ、集いとかもめっちゃあります皆さん、あのネットで沖縄市、はい、のハピネスって調べたら、ネイルハピネスって調べてポンと出てきますけども、はい、何ですかこの東方神起をこよなく愛する脱毛ネイルアロマエステさん、もう何よりも東方神起が頭に出てきましてね、はい、それがメインなんです。何を隠そう、この石原貴子さんは東方神起の大ファンで、はい、今日グッズもたくさん持ってきました。あのラジオのお聞きの皆さんにはもうお見せできないのは残念なんですが、はい、後でゆっくり説明していただきたいなとは思っております。はい、あの東方神起が大好きで大好きで大好きで、はい、まあ、それを前面に出しながらも、そうなんです、ね、エステネイル、はい、もう皆さんとの触れ合いの中で東方神起の、はい、あの応援は欠かさずに行きたいというサロンです。そうなんです。私も最初ね躊躇してたんです、東方神起のことさっぱりわからないんですけど、いいんですかと。そんな気にしなくていいんですよあの徐々に洗脳していきますので。東方神起何人いるんですかっていうのから始まったりしちゃってね。そうです、みんな聞かれます、はい、お客さんにも聞かれます、ま、5人だったよねとか6人だったよねとか、え、6人じゃないですみたいな。まず昨日何人ですかとかね、はいはい、中国人、うん、韓国人、ま、コリアンです、はい、韓国人です、はい、申し訳ございません、勉強不足。いや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 、もうね、あの東方神起のこの特別番組、後であの、あの FM 技能の山内さんにお願いして、はい、4時間番組ぐらい組んでいただけますので、本当にお願いしたい。貴子さんメインでもうセレクトでもずっともガンガン東方神起をかけるいきましょうという番組ぜひお願いしたいところをも考えてますので、よろしくお願いしますね。はい、楽しみ。はい、ちょっとお店の方に戻りますけれども、はい、このエステ脱毛、はい、ネイルとはまた別にダイエットクラブというのもちょこっとあるってお聞きしましたが、はい、それはもう全くあの別の、まあ、私の趣味、はい、趣味というか部活、はい、部活です、はい、部活ね、部活で、はい、これは特別お店でやってますよ、なんとか公にやってないんですけれども、はい、これで悩んでるとかね、詰まってるとかいう人はもうぜひ石原さんにちょっと声かけてアドバイスいただくのもいいんじゃないかと私は思っておりますが、はい、なんともすごく巨大だったんですけど、はい、一体どのぐらい、マックス13キロ痩せました。聞いたもう一回言っちゃおう何キロ痩せちゃったの。13キロでも今10キロです。わー、はい、でもすごいですね、うん、大体もう11キロ10キロぐらいを。これはもう10キロ落とそうって決めてたんですか。はい、あの東方神起が帰ってきたので、あの兵役から帰ってくる前に私は変わろうと。いや、もうそうね、あ、彼らも頑張ってるから私も頑張らないといけない。なるほど、目標ありの達成感ありの充実感ありの、はい、素晴らしい。痩せてチャンミンに会いに行きました。
もうちゃんみんの話じゃ後半いろいろ教えてもらいましょう。じゃあ早速ですが、その流れからの1曲目、今日何いきましょうか。はい、東方神起の、はいはい、もう代表曲です。はい、 Way Keep Your Head Down。すごいよね、日本語でちゃんとお上手に歌えて。これがドラマの？なんでなんでな、あの、なんだっけ、仲間由紀恵の、仲間由紀恵の、なんとかの隣人。うん、2回目だ、2回目ありますね。まだある、まだある。そう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 、合格。よかった。ちょっと私東方神起ファンだったかもしれないな。こんなすればいいのかな。この T は東方神起の T です。あ、はい、間違ってこれ重ねてるだけではないんです。ちゃんと T ってなってます。こっち見せないとダメかもしれないね。窓掃除するんですね。いやいやいや。おお。踊りも踊る？めっちゃ踊る。めっちゃキレキレ。見てよ、YouTube わかった。踊るよ。ダンサーがいてボーカルなのかなと、自分たちも踊る。めっちゃ踊る。なるほど。めっちゃキレキレ。なるほど。これフルで何分ですか？あと2分ぐらいになります、ね。ちょっとフェードアウトしていきましょうね。はい、じゃあね、後半もちょっと過ぎたんだね。後半も喋りたいと思うので。マクちゃん、台風大丈夫だったかな。停電は大丈夫でしたかね。当てがある、当てがある、当てがある。ノリノリだよ。そうそうそう。もう今日でみんな覚えちゃってください。ねこの赤は東方神起の赤だそうです。そうそう、赤です。リスペクトの赤。リスペクトの赤です。ね、すべてで色。東方レッドって言われてます。おお。はい。え、青と赤なの？じゃあ、うん、赤です赤。で、あのこのなんだっけ、ペンライトで真っ赤になるから、それはレッドオーシャンっていうの。ああ。赤い海に染まる。はあ。用語があるんです。なんか宝塚ファンみたいな。すごいな。宝塚もいろいろあるからさ。すごい。はい、じゃあフェードアウトして CM 入ります。ありがとうございます。はい、CM1 分で戻ってきますね。はい、ここでじゃあハッピネスは東方神起のファンだったら 10% オフももらいましょうかね。はい、はい、うん、全然あのいいんですけど、はい、もう出し切れるグッズは全部出した方がいいよ。はい、ほら、なんか東方神起のライブにも欠かせないグッズがあるんですね。そう、あるんです。これです。これがまずペンライトです。ペンライトです。T になってます。T になってます。東方神起の T です。そして、で、こういううちわですね。見て、みたいな。で、一人応援するときはこれ。あ、はい、これ私が大好きなチャンミン。チャンミンさん。はい。タカちゃんですけど、タカチャンミン。チャンミンです。すごい。さあ、どうぞ、見てください。まもなく CM 開けます。はい、お願いします。はい、マイクあげます。お届けしていますみきこの部屋。本日は沖縄市与儀の方で東方神起をこよなく愛する脱毛ネイルアロマサロン、あ、アロマエステサロンハピネスのオーナーであります石原貴子さんをお迎えしております。イエーイ、ハッピーハッピーハッピーネース。はい、先ほどからね、もう東方神起の話をするたびに貴子さんが飛び上がりそうなぐらい元気になってるんですけども、なんとこのサロンでは、はい、東方神起のファンですと来ると、
お得な特典があるということで、はい、東方神起のファンクラブの会員カードビギストカードを持っていらしていただきましたら、私がそれをパクったハピネストカードっていうのが全くそのままのパクったやつがあるんですけど、はい、そちらをお渡しします、はい、それを持ってきていただけたら、はい、全メニュー 10% オフになります。すごい、誰かを紹介するって紹介割引よりもさらにパワーアップの 10%、はい、もうエコひいきです。東方神起素晴らしい、はい、みんなで東方神起応援しましょうという、はい、お願いします、ね、素晴らしい沖縄にもう他にはないと思いますネイロサランですね、ありがとうございます、はい、私たち同級生ということでこんなに盛り上がって、はい、元気に盛り上がってはいるんですけど、実は同じクラスになったことないんだよね。ないんだよミッキーとは。不思議。そう。ね、もうこんなに仲良くさせてもらってます。ありがとうございます。イエーイ。で、私石原さん、タコのことあんまり知らないこともあるかなと思ってちょっと伺いたいんですけど、はい、好き嫌いとかありますか？はい。例えば食べ物とかで嫌いなものとかあれば。嫌いなのは抹茶とトマト。抹茶とトマト、はい、そうなんですね。それではこの番組唯一のコーナーに行きましょう、はい、美味しいものをシェイコー、シェイコー。さあ帰ってきました、美味しいものシェイコーのコーナーでございます、はい、この番組のこのコーナーでは私が美味しいもの、これ美味しかったよ、美味しいんじゃないということでゲストの方に紹介している番組な、あ、コーナーなんですね、はい、実は今日抹茶のラスクを用意しておりましたごめんなさい。ところが前情報によると抹茶が苦手というのを発覚してそれあかんということになり、急遽今日は沖縄市高原にございますマルコポーロー高子さんのおすすめの、これはパンって言ったらいいのかな、そうです、ね、くるみが入ってたりレーズンが入ったりギュギュッとしたザ、これはマルチレザンノアというパンを持ってきていただきました。それを食べようじゃないかというコーナーになりますよ。さあじゃあちょっと開けさせていただきますね。これは結構太めだな、フランスパンではないんですけどちょっとしっかりとしたこっきりレーズンがありくるみがあり、この黒いのなんていうんだっけ、黒いパンは黒糖ではなくてね、なんかなんだろう、あ、うららら、ごめんなさい、大暴れしております。なんかやっちゃった、さあじゃあタコ一緒に食べようよ、はい、うん、よかった、すいません、すいません、ちょっといただきます。あ、意外と柔らかいぞ、レーズン大丈夫なんです私、うん、大丈夫、大人な感じ、昔はレーズン嫌いだったけど、うん、どう、これ絶妙ですね、うんうんうん、くるみ、うん、レーズン、うん、あ、この黒いパンなんて言うんでしたっけ、白いパンじゃなくて黒いパンなんですよそうなんです、うん、ちょっと太めのねパンにギュッと詰まってる感じで、そう、いろんなのが入ってます、わー美味しい、これトースターに焼くと、うん、はい、パリッとして、今はしっとりしてるでしょ、はいはい、パリッとして美味しいんです。なるほど、めっちゃ美味しいんです。またじゃあ、ね、塗って、うん、じゃあ後でするかな、これもうちょっと私食べていたいです。でちょっと試食を続けますけど、このマルコポーロはちょっと老舗というかもう沖縄市の人は大体知ってるのかな、高原にありますマルコポーロというパン屋さんの、はい、今日はマルチレザンノアをいただいております。美味しい、シェコー、うん、じゃあこの、食べてる間にもう一曲流しちゃいましょう、はい、またまた東方神起行きましょうよ、すいません2曲もいいんです、はい、行きましょう行きましょう、次の曲は Believe in You です、はい、はい、
番組ちょっとね、来月からお休みですけど、I believe in I believe in I believe in なので大丈夫です。これはなんか来るのがあるの？ん？なんか来るのある？これでいいの？思う、I believe in I believe in I believe in。あ、これ韓国でダンスね。あ、そうなんだ。こんなしないよ。うん、1個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 で、うん、あの買ったグッズを、うん、タカコマンが好きな方はこの人です。この違い分かりますか皆さん。ちょっと人っぽい人と歌っぽい人ミッキーに教えましたけどこれ入れ替わったら分かるかなって話になって、ね、確かに、まあ、全然違うとは思うんだけど分かんないかも。おいくつですか？32歳と30歳です。チャンミンは30歳です。だそうです。挙動方式ファンいないかも。ツイッター入ってこない。朝も美味しいこれ。美味しい。あね、美味しいじゃない。はい。後半ちょっと緊張だ。東京の東方神起ファンの方も見てるかな、聞いてるかな。こんなって歌ってもジャスラック引っかかる？いや引っかからない。本人が歌って二次使用ができるようなものだったらダメなんです。なるほど。あの音源が流れたらジャスラックに引っかかるんだけど、こういう風に歌う人がいたら引っかかるって言ったから歌っては引っかからないって。はい。じゃあマイクあげて BG にします。はい。はい、お届けしています曲、タコさんもう一回この曲のタイトルお願いしてもいいですか？ Believe in You です。今日はこの曲を選んだ理由は何かあるということですが、はい、うん、あの応援をしている番組っていうことなので、うん、はい、はい、もう東方神起がこの曲で応援してくれてる、うん、もう Believe in You、 あなたを信じていますって。なるほど。自分が信じた道を突き進めみたいな歌です、うん、はい。ちょっと番組の趣旨変わってるかもしれない。東方神起を応援しようという番組でもあり、今日はあの石原さんを応援する番組でもありますので、はい、石原さんのサロンが、はい、そして石原さんがもう元気で、ね、どん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 あのまた行ってほしいなという応援ですよ。ありがとうございます。ぜひ 東方神起と一緒に成長していってください。はい、聞いてるリスナーもねリスナーの方々もね、いろいろ多分みんな中を応援していきたいなと私は思っております。ありがとうございます。はい、高子さん、はい、もう高校の時からねこんな感じで変わらず本当に元気な高子さんでもね、ひまわりみたいだったよ。あ、そうですか。はい、なんていうのかな、うんと、にぎやか、明るい、うるさい、いやいやいや、そんなことない。このね、この笑い声と、そのやっぱりパッとして、なんかね、タコがいるところがやっぱりパッと華やかになってるの、私はいつも感じてました。あ、それ、ありがとうございます。まあ、分かりやすくいくと、売店にいて、タコがオーダーをすると、すぐオーダーは通るというぐらい、声もね、声も通るし、元気だから、あの、おばちゃんなんとかって言ったら全然聞いてくれないけど、タコ一つなんとかって言ったらもうすぐできるというね。ね、でも最近こうやって会うようになってね、まあでも大人になっても今でも全然変わらないなっていうタコは私は嬉しく思っております。きっとね、ハッピネスでもそういう石原さんを求めてくる方々がたくさん来ると思いますよ。うん、嬉しい。さあ、もうね、あっという間の時間なんですけども、東方神起にとは あなたにとってどんなものになりますか？私を教えてください。応援してくれる、私が応援したい、うん、本当にいつも励まされる、はい、もうアーティストです。なるほど。元気をもらえます。昨日聞いたところ、はい、この兵役に行ってる間2年間東方神起は活動を本人たちのいない中、はいはい、ね、あのそのムービーって言ったらいいの、何これは、フィルムコンサート、フィルムコンサートが47都道府県1年間は、はい、ね、そして無事帰ってきて、はい、ただいまって言うからおかえりって言う、行ってねっていう約束をしたこの2年間、はい、で、タコはおかえりって言うためにライブに足を運んだということで、はい、来ました。
すごいね。なんかこのまあいろいろやっぱりお国からいろいろあると思いますし、2年間待てないという遠距離恋愛であったりね、この恋人同士だったら待てないという人たちもいるかもしれないけど、うん、ファンはちゃんと待ってたという素晴らしい。元方新規ファンは一緒です、ね、はい。私はこれを聞いておおすごいなと思いました。はい、やめません一生。いいと思います。はい。まあこれからもね、あのハピネスももちろん、はい、あの賑やかになっていくと思うんですけども、沖縄市よぎ、はい、あのインターネットでねすぐ調べると出てくると思うんですけども、ちょっとね静かな閑静なあの住宅街のところにあるんですけれども、はい、一度行くとねもうすぐポンと行けそうな分かりやすいところにあるので、よかったら皆さんも足を運んでみてはいかがでしょうか。はい、新規ファンなくちゃなくても大丈夫です。行、ね、きましょう行きましょう皆さんね、ちょっとねネイルがあるだけでもね、はい、毎日が楽しくなったりしますから、ぜひおすすめです。でネイルのことよくわからないとかいう人も、あの石原さん訪ねていくと元気もらえますから、ぜひ皆さん行っていただきたいなと思っております。はい、ございます。そろそろお時間になってきましたけれども、いかがですか。あっという間。そうです、4時間ぐらいやりたい。もうこの番組30分では足りないというのは分かっていました。曲を逃すのもまず考えないといけなかったからね、ずっと気も激そうだった。本当2曲を選ぶことは大変だったということで、ツイートもいろいろいただいておりますけれども、江上真希さんありがとうございます。お休みというよりもね、また皆さんに絶対会いたいなと思っておりますので、楽しみにしててくださいね。今月変わらずあのどんどん行きますので、ぜひ応援してください。大阪の方ね、ちょっと台風大変だったと思いますけれども、皆様また今後も気をつけててください。はい、本日のゲストは沖縄市よぎティダップスペースハピネスおうちサロンオーナーの石原貴子さんでした。東方神起のファンの方、またいろいろ興味のある方はぜひホームページで検索して貴子さん訪ねていっていただきたいなと思っております。今日はお忙しい中ありがとうございました。ありがとうございました。またぜひ特番やりましょう。ありがとうございます。よろしくお願いします。それでは皆様また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。お相手は川光美子でした。チャオチベディアモアラプロシマセティマラチャオ。一緒に行きますよ、せーの、チャオ、アンニョン、アンニョン。